マタイによる福音、その時弟子たちはイエスに近寄って「なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか?」と言ったイエスはお答えになった「あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているがあの人たちには許されていないからである」「持っている人はさらに与えられて豊かになるが持っていない人は持っているものまでも取り上げられる」だから、 彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの予言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが、決して理解せず、見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、 心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず。あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。 今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。